フェイト知識のない人がイラストだけ見て神明答えられそうなサーヴァントって誰かな？に対するみんなの反応集を紹介します。それでは本編へどうぞ。フェイト知識のない人がイラストだけ見て神明答えられそうなサーヴァントって誰かな？ジェンヌ？モナリザ？佐々木小次郎。佐々木小次郎ってはっきり統一されたビジュアルがあるわけでもないのに9割型のプレイヤーが直感できるくらいの佐々木小次郎感は何なのだろうな。佐々木小次郎でググったら大体納得できる佐々木小次郎しか出てこねえ。女体化とか全然ないんだな。カーリーもいける。本物の信長。これはちょっと反則レベルで強すぎる。日本人なら誰でも信長って答えるじゃん。卑弥呼。セイバー。呂布。レオニダスは、ギリギリか？ジャック・ザ・リッパーとファントム・ジ・オペラはごっちゃになると思う。弁慶もだいぶ弁慶、弁慶じゃないけど。ホームズ、パイプの記号が強すぎる。ロビン・フッドとかはまあ無難だと思う。身体鬼神じゃない方のゼウス。ナポレオンは割といい感じだと思うけど背が低いって知識があると厳しいか。龍馬はわかるんじゃないかな、キモノン方？お龍さんがノイズだな。ケツアルコアトル。卑弥呼も結構わかりやすそう。ビリーもまあいけると思う。大工房はだいぶそれっぽくない？ダヴィンチ大はだいぶダヴィンチじゃない？だいぶダヴィンチだけど普通にモナリザって答えちゃいそう。モナリザなんだよな。始皇帝も第3段階ならいける。帽子のジャラジャラのことなら中華皇帝の誰かわからんぞ。ビリーとかもイラストだけ見てると当てやすそう。大体の人は開拓者時代のガンマンで名前知ってるのがこいつしかいなさそうだし。ワイアットアープ。黒ひげとかわかるんじゃない？フック船長。黒ひげに元ネタがいると思われなさそう。新選組連中は新選組の羽織着てやなんとかなるか？土方さんはともかく他はどうだろう。新選組なのはわかっても誰かまでわかるほど記号反映してるだろうか。体調格なのはわかるだろうけど誰か判別するの厳しくない？関戸場だろ。関戸場以外の何者でもねえじゃん。あれ人でもねえけど。ヘラクレスとか。棍棒持って獅子の被り物して弓矢を背負ってるならワンチャン。カエサルはいけるかな。メドゥーサはさすがにわかるだろと思ったけど一般的にメドゥーサは目隠しなんかしてねえな。そもそも一般的なメドゥーサは髪が蛇。メドゥーサ系統で知らなくてドンピシャ回答される可能性あるのゴルゴーンだけだと思う。髪の毛蛇じゃなきゃわからん。ステイナイト発売前メドゥーサなんて予想ほとんどなかったのを伝えとく。クレオパトラとかどうだろう。カーリーみたいに記号が揃ってるならともかく知らない人にパッと見せてわかるはだいぶ難しいよな。オリオンもオリオンって感じだと思う。星座モチーフの装備もあるからわかりやすい。このライオン頭のムキムキボディはエジソンですね。頭直流決めてんのか？ポンコツの悪辣なマーケティング。確かにカーリーは青肌と霊の表情だけでかなり絞れるな。芝と勘違いしてた人もいたけど。ギリシャ系だと、ケイローンヘラクレスあたりもわかりやすいかも。ヨハンナ自体はわかりやすい部類だが日本だと知名度がねえ。タロットのあれは知ってるけどそこから女教皇は導けねえわ。紫式部清少納言は着物着てるサイリンなら、って思ったが当たるやつはいるかもしらんが厳しいなこれ。十二人絵だから年代はだいぶ絞れるんだけど、言動も合わせないときついなこれ。まず女体化キャラはわからんやろ。あっこれ三蔵法師ですね。意外だったけれども、ミリシラの父に見せて一発で当てたのがドンキホーテだった。仲良しで何よりだしほっこりしちゃった。ありがとう。親子関係めっちゃ良さそうでいい。インド勢はガネーシャ以外パッとわからなそう。でも詳しい人だったらいけるんだろうか。アルジュナは記号としては揃ってる弓、黒い肌、矢筒が両側、白の出背景とかからインド関係と思い至ればワンチャン。あとインドだとわかれば額に宝石イコールアシュバッターマンはわかりやすい。獲物から気づけそうなのはテルとか？二輪の森くんだったら歴史に詳しい人が見ればカモンでわかるかも。三蔵法師笑った。前例がでかいやつだ。逆にある程度上の年齢の人がわかってしまうやつ。この太ももの太さは、わかったよ、騎士だ。ハイバチュンも、元を知っていれば初見で見当がつけられる程度には記号が揃ってる。日本の一般人だと元ネタの時点からロビンフッドとウィリアムテルの区別ついてない人を襲う。タマモもわかりやすいかと思ったけど、タマモの前っていうか脱機名義だな。
和服だからエクストラ発売前の予想でも、玉物前とクズの葉で折れてたけど、ダッキー予想はあくまで玉物全身扱いだったね。やっぱり呂布じゃないかなと思う。そもそも社長がザ・呂布を目指したデザインだし、エクストラ発売前の予想でもほぼ呂布一択だったし、ゼウスはほぼ書くよね。実はバーソロニューロバーツも、元ネタ知ってると特定可能なアイテムだらけらしい。なぜか FGO では性癖で特定されたけど。十字架下げた日焼けした海賊風の船長なんて、他にいないもん。頭が像出た腕の人くらいのヒントよ。まず一般の人はそこまで英雄、偉人の名前なんて知らないので、そういった人も知ってるぐらいの知名度かつわかりやすい記号があるサーバントってかなり少ないのでは？ニコラテスラも割とそのままだったような。テスラをゲームキャラ化するとこんな感じだよね的な。でもヒゲの写真が有名すぎて、ヒゲなくて長髪だとイメージ違わないか？シャルロット・コルデイも絵画とか見てたらわかりやすいかも。フェイト知識はなくても歴史知識はあるのか、それともどっちもないのかで話が変わると思うが、例えばシャルロット・コルデイなんて一般人はまず知らないから神明当てなんか不可能だが、肖像画を知ってさえいれば帽子と刃物から推測できるし。出てないのだと、立ち絵で鉄の処女持ってるカーミラさんはわかりやすいと思う。あと銀のお盆とシャレ神戸と踊り子でサロメはわかりやすい。カーミラさんこそエリザベート認識されそうな気がするなぁ。原作だと少女吸血鬼で拷問とかしないし、サロメは記号もだけど、モローとかビアズレイの有名な絵とイメージ近いしわかりやすい。同じよく絵画の題材になる神話の女性でもキル系はイメージ逆でわからなそうだ。佐々木小次郎とかナイチンゲールとかは結構わかりやすい気がする。ナイチンゲールは史実知ってや軍服でもわかるかもしれんけど、なんだかんだナイチンゲールのパブリックイメージって白衣の天使だからどうだろう。ナイチンゲールは無理だろ。佐々木小次郎は物干し竿で判別は可能。まず一般人は有名な人だろうがなんだろうが西部劇のガンマンの名前なんて知らねえよってなったわ。西部劇を見てた人が多かったのいつだ。レジライは立ち絵だけならともかく、セイントグラフにはサンタマリア号があるからわかる人多いと思う。サンゾウちゃんと同じ理由で浅葱色のダンダラ羽織着た美少女っぽいサムシングはどうせ起きただろって言われる。アラビアンナイトっぽいお姉さんなシェヘラザード、槍持った坊さんの宝蔵院飲春、と思ったけど一般的な知名度からしたら難しいよな。聴覚さんは中国っぽい服と色からわかるかも。卑弥呼様はあんな感じの格好で名前出るの卑弥呼様だけじゃん。弁慶とか思い浮かんだけど正確には違うしなぁ。初期のまとめサイトでマリー王妃は FGO を知らない人でも一発でわかるって書かれてたな。むしろ知らないからこそあの派手な帽子からマリーアントワネットしか連想できないというか。ゴッホのセイントグラフ、背景へのタッチがゴッホらしさ溢れているからそれで当てられないか。基本的に TS してる系とかは判別無理だと思いなさい。元ネタの姿もしくは肖像が知ってるかどうか。再臨段階でわかりやすさが変わるのが結構いるのが、千嫁とか第一再臨と二臨以降でだいぶ難易度変わるでしょ。そもそも歩き巫女という概念知らんときついのでは？第三再臨の姿だけならケイロウン先生も難易度低めだな。冷静に考えてヘラクレスはわからんだろ。セキトバ。これはかつてここに貼られたフェイト知らない友人見せて神明当ててもらった一覧だ。コラボキャラはそやわからんわなぁ。ダメだ金時でどうしても笑う。増えるなはずるいわ。半数以上正当してるのすげえな。紫式部と清少納言でダメだった。黒の服を着る京子さん、最高では。ホム、もう黒の服着てるようなもんやろこれ。イリアもクロモはサバではあるから、イリア、日本人です。黒、日本人よ。名前がカタカナ横文字なだけの日本人だわさ。武蔵センス、武蔵ちゃんを一発で武蔵ちゃんと見抜くその友人の大武蔵感は見事ですね。きっと遺伝子レベルで武蔵ソウルが宿っているのでしょう。私はあなたの友人を推します。一応二刀流だし、弁慶とかいう神明当て最難関の一角。本人は弁慶を全力で演じてるから逆に見抜くのが難しいという。やっぱ玉もは狐耳でわかりやすいな。エクストラ処方でも考察税から推定はサバの狐耳って時点で新名候補がほぼ2から3択と言われてたし。ここ好き。FGO やらないとわかんないやつ多いわな。ではこの最新の日本サバを当ててみましょう。
源のガンダムってワード知ってれば出てきそう。ダメだ、式部さんとショウナゴンさんでダメだった。もしやインストールできるのでは。空中浮遊して肘を突き出しながら突撃するエリアか。皆さんはフェイト知識のない人がイラストだけ見て神明答えられそうなサーバントって誰かな？についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。